今日はですね僕の方からの議題僕ゲーム好きなんでそこにちなんだ最強の武器っぽいお菓子の名前選手権選手権です選手権すんすトーナメントで言うからバトルしましょうバトルしましょうかだからお互い強そうなお菓子の名前をもも出していこうよ むず逆にだから今パッと見に入っちゃったけどカントリーマウムとかは優しそうだね絶対カントリーマウム絶対薬草的なポジションだからそれは回復できる回復だからかっこいいのはいいよねあとまあでも有名なのでいくとまあポッキーとかねトッポとか形状は強そうだけどね名前だからね名名前前そうだだねダサよトッポはほんと 2番目に仲間になるデブの男キャラ後半使わねえんだよ後半使わねえあいつはスピードおっせえからパワー強いんだけどパワーけど魔法使えねえからさあいつオーロとか使ってんだよなヤンガスポジだからあいつ愛されるんだけどだからなんだろうねカタカナとかの方がついんだだからジャガリコとかじゃないってことねジャガリコじゃないねジャガビでもないね うん、うポテロングでもないね。ポテロングあるぞ。<laughs> ポテロングあるか。ポテロングあるよ。うん、武器やから。武器、うん。ああ、ポテロング。ポテロング。うん、まあそうだね。絶対、弱い。コンボぐらいの感じやな。ポテロング使えそうではあるね。聖剣アルフォード。うわ 聖剣つけてるもん <laughs> <laughs> うわーっと思ったけど聖剣つけてるもん <laughs> そんなん言ったらさっきのお前のダメにした何だっけトッポだってさ、うん、せいんか聖なる斧トッポとか <laughs> <laughs> 強そう、うん、<laughs> 急に強そうバトルアックスを <laughs> ッキーとか <laughs> 急に強そうあいけんじゃないでもいいよ聖剣アルフォートは1個入れようか、うん、そうだねうん

雷の剣とか効果を使ったらギガデイーン落とせるみたいな技あったからアポロは入るよアポロそうねアポロありがとうな魔法剣魔法剣魔法剣アポロ助いけどああそうだなちょっとなんか和っぽいのも欲しいな日本刀というかねそうね政宗的なやつね政宗的なやつサシャ陽刀サシャ 強いよ、2回動けるから、陽刀サシャは軽いし歌舞伎揚げうわっ、うまいよね、あれ。うまさの話や。うまいよね、うまいけど、え、待て、さっきアポロかなんか魔法の、陽の魔法攻撃。和の魔法攻撃もあるよ。ああ、ある。に。 雷おこしちゃっためちゃめちゃ強い。雷こしでもあれなんだ、わざわざ1個しか出せないけど、これめっちゃ強いみたいな。雷おこしはマジで強い。雷おこし。わかりやすい。わかりやすいな。それもあり。そうか、ありだな。ありありあり。一個ありだな。あ、待って。はい。おかし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 い。リッツィー。 リッツパーティーできるよリッツだって10人集まったら何てうかあの女優さん沢口や子沢口や子で作れるんだからいや最近ルヴァンだからあの人寝返ったからあいつそうかルヴァンがにそうかやす子で寝込んだったら無理かルヴァンパーティーしちゃってるからあいつっていいやな科捜研の女パーティーできるからうんリッツは一個あるけどなうんハバネロ うボウ君ハバネロネロに使えるサシャサシャでよ。っ出た出た技かもしんないけどブラックサンダーうわっえブラックサンダー来たね鬼かっこいいじゃん闇魔法じゃんうん

<laughs> サシャ好きやなサシャの戦いかまあ某君ハバネロに疲れているからさ <laughs> <laughs> 今となっては、うん、あのー、この戦いには入ってこれないけど、うん、中盤でもらえる剣として、うん、そこそこ強い中盤の剣中盤の剣ねとしては、まあうん、プリングルスねおプリングルスプリングルスは中盤で使える、はいはい、汎用性高いよ サワークリームさんかららもえるサワーークリムさんの依頼を達成するとお使いやるとクエスト達成するとプリングルスもらえるプリングルスいいないいけどブラックサンダーと比べるとねちょっと勝てないね勝てない強いもんなんかおかしい中になかったっけんとかキラーみたいなやつそうなかったっけなデーモンストレイヤーみたいなやつデーモンストレイヤーとかないブルボンがねブルボンいいの出してると思うんだよね ブルボンねルマンドルマンドとエリーゼお前さえブルボンって何魔法使えるやつばっかりだしそうブルボンはそうそういう事務所そうもうエイボンみたいなもんだからブルボンはそういう事務所同じ発想で古代そう古代のエイボンの書みたいな現代になるともうブルボンそうか正当な 後継者はそう後継者ブルボン英語というかその魔法系はじゃあブルボンに勝てないねそうそう勝てないでもまあブラックサンダーだけどねブラックサンダーの一匹お若みかんもかっこいいしかっこいいなマジでかっこいい多分抜けねえよブラックサンダーラスボスやろうね結局相手方だけどあのラスボス倒したらその使えるんだけどねプレイヤーとして仲間になるというか なんかか報酬品というかね、うん、使える落とすんだよな多分落とすドロップすんだよドロップする、うん、めちゃめちゃ使えるドロップをさ、うん、喉に詰まらせたらさ少ない嘘 佐久間のドロップの勝ちの話ね <laughs> <laughs> あれ何か何人か実際殺してるでしょあれ蛍 <laughs> の墓的な倒し方 <laughs> 高齢者を謝めるやつそうそうあいつが結局強い餅か持ちか佐久間のドロップ,ロップハッカージ <laughs> そういう結論になった <laughs> ブラックサンダー勝たしたかったわ <laughs> そうか結論出ちゃったね一番強いのは 結局佐久間のドロップ。で本当にそういう人たちもカントリー・マム食わせたら元気で治るからね。うん。その後誰も苦しまない。誰も苦しまない。結構平和な会だった。よかったわ。危なかった。じゃあこれで一回終わりだと思います。お疲れ様です。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただけると嬉しいです。また次回の動画も見てください。